その検証を扱ったドキュメンタリー番組。ナショナルジオグラフィックチャンネルで放送。制作はカナダのシネフリックス。メーデーは無線電話で遭難信号を意味する無線用語である。なお、番組タイトルは英語圏でも国によって異なり、アメリカ合衆国では、米エアーエマジェンシー、イギリスでは、a エアークラッシュ、インベスティゲーションとなっており、 日本ではイギリスでの表記に習っている。世界各地で起きた航空事故を検証する番組である。大半は民間航空会社の事故であるが、空軍や政府機関に所属する機体の事故、ハイジャックなどの人為的な事故も取り扱っている。ブラックボックスでの記録、目撃証言、実際の更新記録などに基づき、 コックピットや客室、管制室などを実写で再現した映像や、飛行中の機体や、事故の瞬間を CG で再現した映像、実際のニュース映像などを織り混ぜて、目撃者、事故の生還者や、犠牲者の遺族、NTSB の主任調査官をはじめとする、事故調査の担当者などへのインタビューと、その解説によって構成されている。 ただし、ボイスレコーダーなどの主要な情報が欠けている場合もあり、一部は、脚色や推定による演出である。日本語版は、第4シーズンまでと総集編スペシャルはナレーションのみ、吹き替えで、その他の会話や証言は、登場人物の話す言語に日本語字幕をつけていたが、第5シーズン以降は会話、証言なども、すべて吹き替えられるようになった。ただし、 第3シーズン第3話は、先行して日本語完全吹き替え版で放送している。なお、作品によっては、Amazon プライムビデオで視聴可能。なお、シーズン12、オリジナル版は、シーズン14の最終回における、マレーシア航空370便墜落事故を、扱った回は日本においては、カットされた。東海において、墜落の理由を基調による自殺と描写したことが、 原因と見られている。日本では2011年3月までに7シーズン計60話とスペシャル6話と番外編3話が放送された。2015年にシリーズ全100話が放送されている。また2015年6月にシーズン12がナショナルジオグラフィックで放送された。カナダのオリジナル版とは編成が異なり、また日本では 現地より遅れて放送される。海外を含めた最新の全エピソードは公式サイトや英語版の記事を参照。以下の表で事故機能所有会社ランガ、車自体の航空会社は当該事故が一因となって後に運航停止または破綻した。ありがとうございます。